みなさんこんにちは、自称レゴビルダーヒロキだ。はい、今回の動画はレゴクリエイター伝説の生き物の続きになります。はい、前回の動画でこちらレッドドラゴンを作ってみました。はい、もう本当にかっこよくて素晴らしかったです。で、今ちょっとこちらドラゴンライダーにしてるんですけど、いやもうこれはもう絶対ドラゴンライダーやるべきです。鎖パーツとミニフィグがあればもうできます。はい、今回の動画ではこちら巨大雲を作っていきます。はい、前回の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それでは組み立てていきます。はい、完成いたしました。うおー、すごい。あのドラゴンから組み替えて雲になるってすごいっすね。いや、かっこいい。はい、全体を見回すとこんな感じです。まあ、大きさ的に言えばドラゴンは結構羽とかが結構ボリュームあったんですけど、今回も結構でかいですね。雲といえば、やっぱ八本足ということなので、この八本足がすごい目立ってます。うおすごいな。はい、近くで見ていきましょう。まずは頭部です。雲って結構目が多いんですけど、今回これは二つか四つになってますね。ははー、なるほど。まあ、ちょっとこれ個人的になるんですけど、僕この顎の部分が結構好きです。これ結構かっこいいので。はい、次は胴体です。胴体は結構割とさっぱりしてますね。そしてこの巨大な尻尾。いや、これ結構ありますね。大きさ的に言えば、前回作ったドラゴンの頭ぐらいありますね。いや、でかい。尻尾の部分ですね。これ前回ドラゴンの爪だったんですけど、今回は尻尾の先になってますね。いやー、すごいよくできてます。そして雲といえばこの八本足です。前回作ったドラゴンはここの部分が爪だったんですけど、今回は雲の足になってます。いやー、すごいなー。足のパーツは4つとも大きさとパーツが違うのが結構面白いですね。はい、そして角部分なんですけど、前回紹介したドラゴンよりも結構動きます。はい、まずこちらの頭部がこのようにボールジョイントになってるので、このように動かすことができます。そしてこの顎の部分がこのように開きます。うわー、すごいなー。これも、クワガタですね。もうこれクワガタじゃん。足は4つあるんですけど、それぞれ可動部分が違います。まずは前足ですね。前足はちょっとわかりづらいと思うんですけど、このパーツがこのように動かせることができます。そして前足のここがボールジョイントになっているので、このように動かすことができます。はい、次は2番目の足ですね。2番目の足は、ここの部分がボールジョイントになっているので、このように動かすことができます。そして前足同様、ここもボールジョイントになってます。はい、3本目の足は、ここがクリックになってますので、このように曲げることができます。この小気味いいクリック音、いいですよね。そして最後の後ろ足は、ここがボールジョイントになっているので、このように動かすことができます。そして、ここの部分がヒンジになっているので、
ここまで曲がります。はい、そしてこの巨大な尻尾部分はここがボールジョイントになっているので、このように回転することができます。いや、ボールジョイントっていいですよね。なんかこういう感じで、可動が範囲がすごい広いので。はい、クモの可動部分を活かしてポーズを取らせてみました。あー、いいですね、これ。なんかいかにも襲ってきそうな感じがして、結構これは好きですね。いや、すごいなぁ。はい、続いては大きさ比較です。はい、一般的なミニフィグと並べるとこのようになります。結構大きいですね。前回のドラゴンも結構ボリュームあったんですけど、いや、今回のクモもボリュームあってすごいですね。これ全長何センチあるんだろう。ちょっと調べてみよう。全長は、前足部分から尻尾の先まで測ったら、全長約17センチですね。結構でかいですね。おー、すごいな。これ前回のドラゴンライダー同様に、これスパイダージョッキーもしかしたらできるんじゃないかな。まあ、ちょっとパーツが、でも、なんかワンチャンいけそうな気がする。ちょっとミニフィグ乗せてみましょう。よっと。おー、いいですね。はい、ミニフィグを乗せてみると、こんな感じです。あー、一応できますね、スパイダージョッキー。いや、前回のドラゴンライダー本当にかっこよかったので、これスパイダージョッキーできるんじゃないかなって思ってたら、まあ意外とできますね。いや、すごい。もうこれあれですね、もうマイクラの弓を持たせたら、うおー、もうスパイダージョッキーだ。いや、すごい。レゴのいいところって、なんかこれあれできるんじゃないかなと思ったのが、もうできることですよ。いやー、素晴らしい。まあ、そして、はい、こちらが本家のスパイダージョッキーです。いや、もう大きさが全然違いますね。いやー、もう迫力あって、これいいですね。はい、巨大グモはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター伝説の生き物の巨大グモを作ってみました。まあ、前には一応スパイダージョッキーを置いているんですけど、いや、これ前回のドラゴンライダーもそうでしたけど、今回のスパイダージョッキーも結構僕気に入りました。いやー、もうこのセットすごいな。いや、このセットはもう間違いなくミニフィグあればもう十分に遊べれます。いやー、これは本当にすごいです。はい、レゴクリエイター伝説の生き物はまだまだ続きます。はい、次の動画ではこちらの巨人を作っていきます。楽しみにお待ちください。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストなどお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほらなー。